どうもこんにちは。ということで本日はね、こちらの、覚醒ターレス君に、まさかのねユニフラが来たということで、はい、使っていこうと思います。専用ユニフラで、一応ね性能解説すると、体力が最大 15%、 打者高打者防が 80% で、2スロ目でねよだめが最大90、火だめカット40、回復力 15%、 気力回復速度70、射撃よだめが最大 30% って感じですね。で、3スロット目、まあ、ここが一番大事なんですけど、最大値赤スロ引くことによって、なんとね、特殊使用時に泥足1段階、これ永続かな？で、気力50回復、と、特化は向こうね、10カウントつきましたね。で、さらに特殊をドローするたびに、アーツをね、最大4枚までドローできるということで、これなかなか面白いことになったんじゃないかなと。この子ね、一応特殊アーツを使うことによってね、この以下の4つからランダムでこう活動するんですけど、特殊ドローがあるんで、これうまく運ゲーしまくって特殊引きまくれば無限にアーツリロードできるっていうことかな。めちゃくちゃ面白そうだねこれ。という感じなんで、使っていこうと思います。元の性能はねちょっと古いキャラなんでそんな強くないですね。まあメイン5カウントで使えて特殊ドローだったりとか、損失速とサイヤ人に対する特攻だったり、60カウントの間だけ火ダメ 30% カットと泥足1段階なんで、まあユニフラでね泥足さらにつけれるんで、序盤はね泥足2段階で戦えるんで、これちょっと面白そうだね。で、バイン出たらアーツ1枚ドロー、よだめ15 で、特殊使用時に今まで使った特殊の回数に応じて、まあよだめだったりが上がってって感じですね。まあちょっとね、面白そうなんで使っていきます。今回は赤紫染めの強大な敵パーティーで、やっていこうと思います。さあお願いします。回避圧、遠距離なんすね。一旦ターレス、なんか出てきたぞ。これメインで特殊引っ張ることによってアーツドロー発動して、でこれで泥足2段階でしょ。特化ボムコンついてる。オッケーオッケー、いいぞ。いやいや、いい、特殊引いたらアーツドローめっちゃおもろい。もう一回持ってこい特殊。いや、さすがにダメだって。泥足2段階、いやー無理か。おら、オッケー、誓っていく。あ、打撃でよかったわ。オッケー、この試合1試合目に持ってこよう。怖ー。ちょ、なんすか。撃っちゃおっかなー。はい、これで弾回収して。釣れそうじゃない？絶対持ってるもんこれ。あ、絶対持ってるというか、究極は多分知ってるんですけど、特殊あれか、半壊で封印できるから。OK、よかったー。読まないでね。いや、面白いとこやっと見せれた。結構動画撮ってる、1時間ぐらい。やっと面白いとこ見せれたわ。いや、そんぐらい弱いんだよな。怖いって中距離打撃。受けれるだけ受けるか。受けすぎかな。今回だけだ。楽しませてくれよ。邪魔だ。メインから今切らしたいよ。よしよしよし。突っ込ん、怖。突っ込んでくるから自分から行く必要ないんだよな。オッケー。射撃引け、お前。よし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 。へこみそう。もういいけど、一番嬉しいわそれ。ライジングも究極もロックいったわ。
ね、これヒット確認行っていいよな。てかこいつの踏ん張りも合ってんのか今。おいどこも食って、あと引っ張ってくる。泥足2段階ただ終わってんだよな。あでも頑張ってる。オッケー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 、えらいえらいえらい。ただ封印があるからいけるか。よし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 、やっと活躍した。つい力を入れすぎてしまいました。さあ頑張りますか。これが私のさらなる進化です。よー、ちょっと抑えない人ね、怖いな。なんか入ったんだけど、どう使わすか。いやーどうすっかなこれ、怖え。即圧ね、きついねこれ、マジできつい。どうしようもなくねこれ、先出すわ。もう短縮で間に合うように早めに。あの意外とステータスで耐久は、あとユニフラでね、ヒダメカットもらえたから。ん、繋がってなくね。うーん、マユラ行きまーす。で特殊で特化バムコつけて、でこれメインで特殊呼ぶことによってアーツドローが追加されたんで、これはちょっとおもろいね。ガンガン特殊使って、おもろいだけですね。ただ強くはないですね。取らしてくれ、取らしてくらって。よし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 、でかいでかい。マジででかくねこれ、気づいてないぞこいつ。貫通雷で一匹死亡です。あれターレス君なんかした？オッケー、読まれん。いやターレスで特殊打ちまくったことによってこの特殊読まれないっていう作戦です。オッケー、じゃあドーナツ投げて。こいつもね、一応昔ね動画のネタでいっぱいお世話になったキャラだからね、活躍させたいですけどね、今の環境じゃおもちゃにしかならないですよ。よしよし、メイン切らせるのでかい。オッケー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 、弾巻き今効かないからね、意味ないから。焦ってんねこれ相手、ね、ここさタックル読みライジングとかやめてね本当に。ワンチャンしてきそうなんだけどこの人、せんよねさすがに。する？いやせんよな。待ってさ、アーツ引くのか。へばってんじゃねえぞって。反壊してるか。絶対こいつ捨てた方がいい気がするけど。ターレス君頑張ってくれるか。さあこれで落ち葉吹入れて。いやただ圧が終わってんだよな、唐揚げ弁当できてんだよな。ターレスじゃなければ全然余裕の盤面なんだけど、ターレスがいるからこそきつい。ガーリックジュニアとかだったら全然硬いんだから、硬いから安心なんだけど、こいつ安心できねえマジで。突っ込んできそうやけどな、突っ込んでこんか。ちょっと射撃安全。いや待って、打撃しかないんて打撃しかないんです。やっと来た、射撃操作いい、跳ねる。ゴルフリが強いよー、ゴルフリが強いよー。
メインないからな、もう。いやー、なんか飛んできたー。オッケー。はいはいはい。これが私のさらなる進化です。ん？何の気だめ？開幕から。なんか動き怖そうなんだけど。本当にオッケー。いや、そんな気しかせんかった。さあ、特化場向こうつけーの。特殊は引かんか。まあ、こっちでさすがに使わしたいと思ったら普通に出てくる。発動してそう。下がりなさい、食らいなさい。オッケー。なんか入ったんだけど。俺の勝ちだな。でメインで特殊引っ張ってきて圧ドローするけど結局意味がないっていう謎の時間を過ごして、え、間に合ったかな今ワンチャン。ちょ、タレスくん、タレスくん、それ狙ってたんやね、ずっと。タレスくん頼むよ、ステータス上がったよ君。さすがにな。売ってくれそうやけどなこの人。よし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 。さあ貫通ライダーアルハン出てくるでしょどうせ。ああ出してこんのか、さすがにビビッと押してそうだったけど。そんなんうちのターレス君にやんのやめてよ、死ぬとこだったじゃん。危ねえマジで。マジで危ねえ。はい、オッケー。で、アーツ引っ張ってくれるの、こいつ。よしよしよし。あー、やばい。あー、やばい。いや、痛い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 。おかしいおかしいおかしい。あぶね、ちょ、面切る。まだそんな簡単には使いたくない、最近。回避見て通常で一旦場に欲張るか。マユラ、お前が最強だ。ボルサワフリヒコゲーです。いいとこ取り。いやでもちゃんと耐えてくれたの偉いから、マジで死ぬかと思ったもん正直。おー、やばいやつ来たよ、これ。レジェンズ界のクソガイね。いや、でも状態上どうしようもないからな、この編成。ただ色が変わっただけではありません。もう、運良すぎなんて、お前、マジで運良すぎだろマジで。おかしいだろ運の良さも。あーもうせっかく学班取ったのに。もうやめてくれ。はい、見て数字。あの運良すぎなんですけどこの人。運良すぎなんですけど助けてください。助けてください。良すぎなんですけどこの人。
取れよ。OK。遅い。マジでまひんなよ。もう運良すぎだろお前マジで。本当に運良すぎ。やばいってマジで。刺激覚えろ。なんだなんだなんだ何してんのお前。ああそう射撃はしないんだこいつ。面切るわ。死に値する罪だ。いやミスったこれ。ちょっとミスった。いやきっついマジで。仕方がやりなさい。いやマジでマヒんなよ。よし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 。いやーいやー下手くそなんだ。もうマジでさ射撃音ぐらい覚えて。本当にいい加減お前回避やつやらないでよかったかな。いやこれでいこう。オッケー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 。なしで落とせるから。え、なんで何もせ、あ、待って、あ、さっきあったか。もうだ、もうだからさ、お前本当に、だから運良すぎってお前マジで。マジで運だけすぎ本当お前。分かってる？運に救われてるだけよ君。バカだろこいつマジで。マジでこいつが使っちゃダメだわ一番この編成。運だけすぎだろ本当。そんだけ運良くて負けるってやばいからなお前。